生命保険もかけてねえ人間勝手に殺すんじゃねえよ。あーこれ俺もやったことあんねん、これ学校でちょっと落ちたら全部出るんですよね、消火器って。もう廊下中ねえ真っ白なんですよ。なんか逃げるぞ、逃げよう逃げよう。おれ待て、ね、逃げながらの、いや逃げるというか喧嘩になってますね。もうもう喧嘩ですよこれ。行こうか、なめんなよ。ほら逃げてとか言うてるけどこれ喧嘩やろ。そのあいかしょうは一緒に戦えへんねや。よいしょ、すごいね、すごい強い強い、さすが野球、野球やりたかったな俺も。野球がねハゲじゃなかったらな俺もやってたと思うんだけど。はい、おいおいおいよー、まだおるか。よいしょー、まだあおるね。ちょっとミルクのとこ行きたいね。行くんだけど、よし片付いたの。俺もさっさと逃げ、待て待て待て、あー逃げたか逃げたか。ちょっと俺ミルクにちょっとあの野郎、何リフト乗んの、リフト、これ速度出んのかな。マジかよ、待て待て、321なんて言ってるさ、この視点か、逃げろ。まあ危ない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 、ちょっと逃走中です。よし、こういうとこ渡っていったらいいな。あー危ない危ない、わざとこういうところ、いやちょっと待って、オッケー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 、こういうところわざとジグザグに走っていったらいいんちゃう。いいね、当たっとるやないかお前。オッケーオッケー、あいつ当たってる、あいつ当たってる、あいつ当たってる。さすが秋山と、じゃあ秋山ね、タバコやめなあかんって言ったからな。いや、早かった、僕もそう早かった。しゃ、いけたね。北田、こっちで。はい。こっちだ、早く。はい、行きます。いいかな。どこ行っても喧嘩やなこいつら。お、なんか持ってんなこいつ。鉄パイか、二刀流。秘密を知ったやつには消えてもらう。ふんふん、よお、常にやってくれてる。あ、待て、いけんちゃうか、無理か、まだ無理か。いけんちゃう、いけんちゃう、キューディー、待てよ。あ、待て待て待て、アイカーショーやってくれてる。よいしょ、待て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 、おっしゃ、ナイス、おいよ、きたー、くっそ、何逃げんの。お、火薬ある、お、あっち行って追いかけなあかんっていうことですね。でちょっと行ってみましょうか。まっすぐの、まっすぐの、こっちがしまいよ。あ、武器やべえ、ちょ、ね、ちょ、武器取らせろ、武器取らせろ、バット、こいつのスイング多分すごいよ。あー、そう来るんや、バットで殴りたかったよな。バット、まあ確かに殴るもんではないねんけどさ、確かに殴るもんではないねんけど、こういう時は殴ってくれよ。あ、お前まだ生きてんのか、ほら。はい、あ、まだ生きてんのこいつ。よー、
おるね。あ、なんか変なもん持ってる。あ、待て待て待て、お前何危ないもん持ってるんじゃ。これ撃ちたい撃ちたい。あ、銃落としてないか。ういよういよ、待てよ、これは待て、拡大はいけるか。おおほほほ、やるね。ほほほほ、ちょっとブルースリーやな、ちょっとヌーチャク使ってるみたい。強い。おお、あちょー、おいよ、まだおるか。待てよ、向こうに帰るから。あれ、あれ取っとこうか、ちょっと。はいよ。あ、撃ったな。誰やお前、痛かったぞ今ちょっと。どっからちょっとあいつら一人ね、銃持ってるやつおる。あ、お前痛いやん。ブルースリーや、ブルースリー。おいよー、強い。で、相川翔も持っとるやんか。お前敵ちゃうやろ、ヤクザやろ。なんでお前、あい、あい、なんで一般しねえ、普通のやつが持ってんねん、こんな。待て待てよ、ちょっと手伝えて。まだおんのか、お前。ちょっとクソガキがほんまに。行きましょう。こっちですね。おるか、また。ん、お、回復丸ね。あいいえ、死ぬだこの野郎。お前待て、こいつありか、待て、先に死ぬだ。こう見たら結構男前ですよね。これ俺このボスになりたいな。やったな。高すぎ、早く来てくれ。お前銃撃ってくれ、銃。品田城、坂口健二に似てないんですかね。自分らがあの20歳前後ではや、あ、すごく人気あったんですよね。あのプロレスラー、親父プロレスラーの人に。めっちゃ男前ですよね、あの人。あー、くそ、なんで親父あんなんで、なんで息子あんな男前やねんって思っておったんですけどね。おっしゃ、買ったん、買ったんかな、 QT か。おお、やるね。まだまだまだか、また逃げよったな。はい、ここは、あ、まだおるか。あ、じゃあ相川しようか。こっち、こっちかな。こっちか。はい、いや、めっちゃおるやん、めっちゃいますやん。武器ないか、武器いったろか。一人デブもおるし。やるね。何それプロレスのなんかの技かな。おいよー、これが必殺技か、こいつの。はい、待てよ、これ武器か。おい、チョーン、チョーン、三国無双もめっちゃ好きなんだよね、自分。もうチョーンとかね、めっちゃ使ってたんで、なんか思い出すね、めっちゃ。おい、来い。待て、今俺に撃ったやろ、あれか、お前。待てよ、あ、え、なんかあるか、アイテム。ないか、こっち行こうか。あるね。ふん。あいよー。危ないな。そら危ないわ、この野郎。二刀流。またかよ。相川翔がね、撃ってくれると、あ、奥にもんな。あ、待てよ、あったね。あいい。侍、侍。起きろ。はい、侍です。はい。ラスト侍、ラスト侍。ラスト侍。
はいよはいよそれでもう、もうくたばってくれよ。何回もまた戦おうなあかんね。あと2回か。こっちやね。雑魚どこ行ったんよ。おるな。待て、銃持ってる。おいよ。待て。このボケ、おに。撃ちたいねけど、こいつも。ちょっと。おいよ、常どこ行った常。常って言わないからしょ。トンボの時ね、多分常って言われてたと思う。もう早起きろお前。あ、死んでんのか。銃やスタンガン。強い。まっすぐかな。どうこう行って。スタンガン今持ってるんでね、あいつに、あの、久保田かい。あ、あった。てめえに当てたるわ、スタンガン。なんかやんねやろ、こっちと。待ってよ。ここか。あ、相川翔やってるやん。頑張れよ。ほいほい。あれあれもうあれへんのか。待てよ。なんか武器になるもんあるかな。これ、持てるか。おっしゃ。超運なのか。あの時代は。あの、三国の時代。おい食のいいです、超運って言ったら。はいよ、またやりたいね、三国無双。戦国無双も好きなんですけどね、アホがバレるんでね。俺はもう関ヶ原の戦い、西が勝つと思ってたから。よいしょ、ポケー。強い。品田強い。さすが元ね、野球選手ですね。パワーはすごくありますね。いよいよ。おい。待て、回復ある。回復と突破しよう。念のために。あ、いや、もうやってまおいよっいよっもうちょっとはい。クソちゃうね。はい。うわさあ、くたくたなるわな。大丈夫か。宇野さんは。ああ、どうにか一命は取り留めた。そうなんよ。まさか名古屋組ってのが一般人で構成された組だったとはな。いやな、俺たちはずっと監視されていたのか。道理で正体がわからないわけだ。だがあとはボスを突き止めりゃ俺たちの勝ちだ。ちょっとね、そのままミルク呼んでこい。ミルク話がある。ちょっとあいつとミルク呼んでこい。おい、どこ行く。この町を出ていく。おお。出ていくってどこへ。どこか知らない町だよ。大阪来い。大阪。今度こそ誰も俺のことを知らない町に行くよ。何スネボンなって。何言ってんだよ。確信まではあと一歩なんだぞ。次は誰を疑えばいい。優しかった大家さんか、それともあんたか。もうたくさんだ。やっと見つけた自分の居場所だと思ったのに。ああ、借金ですか。それならどうぞ指を潰しちゃってくださいよ。スネボーになってる。またバットを握れる日が来るかもなんて淡い期待を持ってたけど、俺は最初から野球選手なんかじゃなかったんだ。ただ利用されただけのバカな駒なんだよ。常に怒んで、そんなに言ったら。利用されようが、たった一度だけの打席だろうが、お前はプロ野球選手だった。あのホームランに感動して希望を持てた客だっているんだ。そうや、バカ野郎が。あ、相川翔。あの時の観客。相川翔。1年前、お前が金を借りに来た時、借用書の名前見て驚いたぜ。まさかこんなとこで再会するなんてよ。ずっと俺の正体知ってたってことですか。
ああそうだ、こんなに落ちぶりやがって。まあ容赦なく取り立てができる分気持ちは楽だったけどな。ああ、じゃあ、あのホームランボールをマスクの男に渡したのって俺だ。あの男がお前探して俺のとこに来たんだ。ほう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 。なんだか知らねえが、お前に高い金で頼みたいことがあるって聞いてな。お前にその依頼を引き受けさせるために一役買ったってわけだ。だがまさかこんな結末が待ってるとはな。でな、夢にも思わなかったぜ。ああ、嫌だ嫌だ。じゃあ何を、結局みんな俺のこと知ってたってことですか。ちゃんと返せよ。借金とあのボール結構大切にしてたんだ。ん？電話やね。誰？お前か相川。どこに電話あんの？何？こいつか。はい、ワイヤー。え？何してんのお前？真鍋さん。はい、久保田はしくじりました。しくじりましたってこと。誰か代わって私が確実に始末します。上がおるってことか。まだ終わりましたら報告します。いや、嫌です。上がおんねんな、まだ。真鍋さん、お前も名古屋組か。お前が敵だったらどうして俺たちに尻尾をつかませるような情報を与えたんだ。尻尾？俺は八百長は確かにあったと言っただけだ。うん、それ以上探るなときつく忠告したはずだぞ。そんなんで俺が止まるとは思ってなかったでしょうに。まあ、ほりゃほうだが。名古屋弁面白いね。だが俺らは腐っても野球選手。うん、勝負の席合に引き分けはあれせん。お、やるか。ちゃんと勝負の幕を引くしかにゃいようだ。にゃーとか、ほんまに名古屋ねんてこういう喋り方するんかな。さすが俺が憧れたバッターは言うことが違いますね。そろそろゲームセットにしようまいか。やろうか。死んだ。悪いが死んでもらう。この料理人をちょっと倒しましょうか。待てよ、回復あるね、そこに。待て、武器あるね。待て、こいつ、身動き早い。くそ、アーミーナイフだって。くそ、待て待て。ほい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 、死ぬなも早いぞお前。くらえブスー。お前こんな野球、元野球選手がやることちゃうぞお前。おい、泣くでお前こんな見たら。待てよ待てよ待てよ、帰るからね、向こうに。ちょっと今後にいるかもわからないんでね。あ、やったなお前。アチョ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 。待て待て、ちょっと待て待て待てよ。武器は大射撃無理か。まだ何かおるじゃんお前。アチョ、おいよ、聞いてこい。あ、強い。オッケー、もうちょい。あの台車でさ、殴りたいよね。おっしゃ、いける。台車なめんな、台車。あ、くそ、あかんな、これ。あの足場は、足場は無理か。待て、この台車いけ、なめんなよ、台車を。よっしゃ、いけるね。はい、あるんだ。おいよ。はいはいはい。品だ。わいは強いで。たく、わかりやすい人だな。うん、負けるためにわざとやってくるなんてね。どういうことだ。忘れちゃったんすか、
真鍋さんはワイバーンズ最強の4番を打ってた人ですよ。うん、前も話したように一流のバッターってのは裏の裏まで読めるような人間のことを言う。真鍋さんは負けるって分かっててこの勝負をしに来た。そうですよね。どうなんだよ。うるせえわ。焼肉屋の時もそうだった。真鍋さん、あんた本当は俺に名古屋組の真相を知ってほしくてこんなやり方をしてるんじゃないですか。どうなんだよ真鍋。教えてください。一体誰なんすか。15年前の事件を仕掛けたのはあなたたちを使ってこんなことをさせている張本人は誰や。ん、電話誰にかけてんねん。見えへんかったぞ今字が。お、その耳で確かめてみろ。知ってるやつ知ってるやつ。声を聞きゃ分かるはずだ。絶対知ってるやつやん。誰、マジマとかじゃないよね。マジマとかだ知らんし。野球関係のやつか。誰や。どうした真鍋、品田の始末は無事に終わったのか。わ、え、だ、え、誰わからん。真鍋、どうした。大吾か。おい、返事をしろ。誰や真鍋。誰、どうしたんだ品田。おい、声聞いても俺わからんて。藤田。え、監督。